い、どうもピオキングです。今日はですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。なんか久しぶりだよね、一発マリオ。前回やった一発マリオは一画面だったけど、なんか謎解きみたいな感じだったもんね。で、今日気になったのがこのコースなんですよ。これね、詳しくビルを見てみたら、ドアの下に赤コインがあるだけなんですよね。これ単純に考えたらさ、あのピンクコインを壁キックして、あの鍵ドアに入ったらゴールっていう感じだと思うんですけどね。ただクリア率が 1% 台なんですよ。いや、これはなんか難しいわけがあると思うんですけど。嘘、一回地面から離れたら着地しないでゴール。うわ、マジかよ。え、これ取れんのかな。いや、取れないよね、やっぱり。いや、ちょっとキノピオ、手伸ばしてよ。足当たってるじゃんか、そこ。当たり判定あってもいいじゃんか、もう。うわ、どうしよう。これはあれだね、鍵取って床ついた瞬間ドアに入ってみよっか。もうそれしかないね。いや、いけるかな。はい、うわ、ぶつけ。うわ、いや、もう一回挑戦しよう。床ついた瞬間にドアに入ります。よし、オッケー。うわ、やっぱダメか。やっぱこれじゃゴールになんねえか。じゃあどうすればいいんだろうね。取れないかな。こうジャンプして取ったところでなんだよな。ここギリギリで取れない。ギリギリで。やっぱそうなるよね。でもね、これ最速クリアした人が1秒切ってるんだよね。なんでこの辺で多分取れると思う。いや、取れる。いや、頑張れキノピオ。ほら、いや、ちょっと今地面から離れたっぽいけど、ジャンプ戦でもね、ピンクコインが取れてるんですよ。この状態じゃね、まずゴールできないから、もう一回やり直しよう。ギリギリで、ギリギリだったらいけるはず。えっ、えっ、はい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 、えっ、いや、マジギリギリ。はいはい、えっ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 、うわぁ、むずけ。いや、何回でもやるよ。クリア方法もう分かったもんね。やったぜ。いや、ほんと考えた人素晴らしい。はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース、トロールマイネインかな。まあ説明文もわかんないんですけど。これはなんか初見殺しなさそうだね。っていうことで右に走っていけないのかな、これ。うわ、危な。最近金魚よける率マジで高いよね。じゃあここは、あ、鉄球が出てきた。なるほど、こっちから行けばいいのか。え、待って、これ大丈夫かな。左は、左は何もないね。上がってってみる。いや、なんか出てくる絶対。あれ、キャップ。あんなところにキャップ。ここは、そっちはやられるかーい。ちょっとね、今まで見たことのないトロールコースなんで、私ちょっと困惑しておりますね。え、なんだろうこのトロールコース。じゃあここで右に走ってジャンプしていって、いやー、2つ目だったね。2つ目のブロックが、そう、ドクロキノコなんで、ドクロキノコじゃないね、ドクロコースターだね。で、ここでどうしよう、一旦抜こう、抜いて、あ、なになになに、いや、危ない、入る。じゃあここはキノコ取って、ブロックの上で大ジャンプ。いや、させろ大ジャンプ。別にいいじゃんか。別にツタ出さなくてもいいじゃんか。ビビったよ。で、ここは右右右右右、大丈夫だね。で、ここでちっちゃくなって、どうしよう、一旦左行ってみる、こっち行ってみるね。何もないんで、うわ、ここ絶対あれでしょ、入ったら閉じ込められるパターンでしょ。なんでここジャンプしますね。いやー、それは分かんないって。じゃあここは左押しっぱ、左押しっぱで行きます。はっ、オッケー。で、ツタが出てくる。ここジャンプしたら絶対ダメだよね、この四角の枠。なんでこのまま、うわ、バカめ。いや違う、バカは俺じゃんか。いけなくなったよ。じゃあここあれだね、ドッスンより早く行かないけん感じだね。なんでこっからジャンプしてすぐ右に走っていく。おりゃー、おっけー。これでいいでしょ。土管にうまく入れればね、かっこよかったんだろうけど、いや、入れんかったね。じゃあ次に進みますか。
なんかね、ここ四角の枠がめっちゃあるんだよね。待って待って、なんかいろいろと、いろいろとなんか危ないね。じゃあここは、あの大砲移動しそうだな。でも行きますね。はい。あれ、なんか上に乗れない。ほらほらほら、え、なんで上に乗れないんだよね、あのバネの。上に乗れないバネ初めて見たね。じゃあここは左に寄っておこう。左に寄っておいて金魚にやられます。じゃあここはバネに当たらんで右にジャンプしようか。こんな感じ。いや待って、これでいいよね。そしてこれは右が正解だと思う。上は違うね。ここで何が変わる、変わってくれ。そんじゃ次はね、あのつららの上、ここに行きます。そしてドアに入る。そんで、いやまたさっきと一緒、いやさっきと違うパターン、でも全部避けていく。完璧すぎ。いや危ない。オッケー。でもキノコがないよね。次こそ下でしょ。あれ。まあ、ここまではいいんだよね。でドアに入る。そしたらプラパが降ってくるステージになるんだよね次。そう、こっから、あ、右に今キノコが降ってきたの見た。なんでここのドア入ったらすぐ右に行こう。行き過ぎた。次行き過ぎんようにしよう。で、すぐ右、オッケー。で、ここでドアに入る。もういいよ、もうこのステージは。また次はどこ、キノコ次はどこですか。いや次こそ右下が正解でしょ。どうしよう、一回右上行ってみる、いけるかな。はい、いやいけない。次こそここが正解。あ、ブロック開いてんじゃん。そんで次のは入って、うわうわ、金魚にやられたのは悔しい。今のこれ上にね、かける4って書いてるでしょ。だからこのなんていうの、人影っぽいやつを4回しなきゃいけないと思うんですよね。でこの次が4回目なんだけど、この4回目金魚が確か出てきたよね。なんですぐ左に逃げたら大丈夫。こう、オッケーで左、よし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 。そしてあ、ここも下から行けるのか。あ、フラワーが出てきた。これいるんじゃない。でこのまま右に行く。オッケーでジャンプ。ここは、いや多分フラワー取ってよかったよね。こっちが正解。いやー危ねえ危ねえ。なんでかけ4、もう終わりじゃないの。うわ、どうしよう。いやこれもう右行くしかないな。いやー悔しい悔しい。大砲が移動するの本当に。それじゃあここ4つ目でファイヤーが出てくるところまで来たんですけど、こっから次があれだったよね、キラーが出てきたよね。キラーを避けたいと思います。あれ、なんかPが踏まれてるんですけど。いやちょっと待って、はっ、いやー、ここでいいの、ここでいいの。待って、ファイヤーがない、チェックポイントが取れない、ファイヤー持ってこないけみたいな。まだあんの。そしてここなんだよ、ここなんで生きてんの。どうすりゃいいのこれ。いやなんか優しいな。ちょっと待って、上がれる、上がりたい、ほっ、はい、え、なにこれ、いやもうちょっとで上がれそう、はい、よし。いやなんか知らんけど上がれたね。いやえ、なにここ、なにこ、繰り返ししてんの、なんなんだこれは。どうすりゃいいんだって。多分あれだね、下のドアにね入らなきゃいけないみたいな感じっぽいよね。だからファイヤーなくさないでいけってことかな。こっからだよね、こっからファイヤーなくさないでいけはちょっと厳しくない。いやこの下にあるんだよ。あ、いけたいけたいけた、やったぜ。これでピヨンがなくなったらドア入れるでしょ。頼む、よし、チェックポイント。なんだこれは、どうすりゃいいんだ。え、これは走っていける、やべえ、なんか、いやー待って、もうそういうことしないで。次は変な罠に引っかからないようにしよう。なんでここでなんかあるでしょ、この辺に。よし、でこのブロックに乗っていこう。いやそれがいいね。はいはい、うまい。あ、やべえやべえ、いけるかなこれ。はいはい、
いや行き過ぎた。いや次絶対行くよ。この上に登って、はい、うまい、よっしゃ、なんどこ行ってんの。絶対やべえやつやんか、ここ。どうせ死に耐久かなんかでしょ。なやべえ、やだ、なんか中間ポイント戻されそう。やられんのか。次こそ中間ポイント取るよ。こっからジャンプ、そして右、やったで鍵取って右に行こう。いやどうなんだろう、これ鍵行けばいいのかな。多分違うね、この土管で合ってたんじゃないかな。で下に行く、多分こっちで合ってたね。ドアとか多分ね、あれ罠だよ。でここで上に行って、テレレテって手取って右左か。でこのまんまここで待機しておこうね。そしたらちゃんとやられれるから、左おしっぱかな、左おしっぱして、あしよしよし、左おしっぱしてファイヤー取って土管に入る感じ。うわここむずっ、相当時間かかってるもんね今日。あれ鍵がいる、待って、鍵いる、鍵ないよ。鍵取れるパターンかな、最初の左取れない、これ。いや取れないで、待って、どこ行ってんの、どこ行ってんの。いや待って、中間ポイント戻すのだけはやめてね、頼むからやめてくれ。あこれさっきと同じパターン、いや待って、これ死に耐久でしょ絶対。いやめんどくさそう、ボヨボヨ跳ねるのがいっぱいあるやんか。ねえコメントでさ、なんかピオキングさんの死に耐久好きな人っているじゃん、なんかいるんですよそういうのが好きな人っていう、なんかもうそういうのはいるんだよもう。よかったなこういうのがあって。めんどくさいんだよこっちは。あいやでもこれは意外といけるよ、ちょっと待ってね。まだちょっと落ち着いて、よしよしよし。いやこれじゃ不満だろうな。じゃあここはブラパが出てきたね、ブラパが出てきたからここジャンプしよう。オッケー、いやー嘘でしょ、ここはドア入れんくない。あ入れた入れた、こっちが正解っていうことはないよね。いやーまたこっちじゃんか。よかったな耐久好きな人。また見れるよこれが、飛ばしていいですかこれね。えもうさっき見たからいいでしょ、今度めっちゃ上手くなってるよ多分ね。ほら見て、バトルだったらもう1位だよこれ。これさこうしたらどんなんだろう、うわなんかめんどくせえことになった、やべ。さっきとちょっと違うやんか。さっきたまたま行けたんかな。よし次こそ行こう、ここね綺麗に扉のとこまで行かないけんからね。オッケーで扉入って、もうそろそろゴールがあると思う。うわ怪しすぎこの絵、やった、いやなんでそうなんの。なあ隙間入れるよねキノピオ、頑張ってよ。うわここ死に耐久のとこに繋がってそうじゃない、クラウン、え何これ、え何ですかこれ、これにやられろみたいな、地味じゃない。これいややっぱどかせないよね、これにやられないけんの。えでもさっきのとこゴールできるんかな、それじゃあここのドア入ったらさ何もしないでいいのかな、何もしないで見るね一旦、 P の音が鳴り合うまで何もしないで、あやっぱりゴールできないっぽくない、ほら多分どうせゴールできないっぽい。で、あの花ちゃんより先にこのクッパくらいに乗る、よし、でここでブロックで壊して次に進む、多分そんな感じじゃないんですかねカロン。こっちを壊したらダメだったね、でドアに入る、そんでキノコが出てきたね、キノコ取っておこうか、キノコ取っておいて、で右に行っていいかなこれ、なんかね隠しブロックありそうじゃない、ここ下に行かせれる、大丈夫、はい、で下に渡る、えいいのこれで、あれなんかめちゃくちゃ順調じゃない、わこっちには絶対行けないもんね、だからこのドア入ろっか、
ピンポン言われたからね、こっちでいいんでしょ。あ、で USA キノコになってで右上に行く感じだね。いや待って、ここマジで隠しブロックあるじゃん。いやもうさっきと違うやんか。なんだそれ、え、なんだそのやり方。え、それじゃあここ USA 取るでしょ。取ってどうすればいいの。これ取ったら変わったよね、だって。え、取ってこう、オッケーオッケーオッケー。でまたしゃがむ、よし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 。で次は上に上がれるみたいな。いや絶対なんかありそう。この土管の先にすぐ罠がありそうじゃない。いやここ絶対ゴールだ。やったぜ。なんでえ、どうすりゃいいの。え、左を出発しとかなみたいな感じかな、土管から抜けたら。いや絶対そうだね。わかったわかった、次は左押しっぱで行こう。それじゃあここ土管入ったら左押しっぱ、これでいける。左押しっぱやったぜいや左押しっぱ関係なかったね。ブロックを出しとかないけん感じやったね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。